20代30代の頃はモテたのにとか、どうせおじさんはモテないよなんてぼやいていませんか？時々あの人はなんであんなにモテるんだろうと全然年齢を感じさせない不思議に思う人っていると思います。そういう男性たちは若い男性にはない50代ならではの武器を持っているんです。年齢が男性にとって不利になるというイメージを払拭するような50代男性はどうしてモテるのかということに今回は迫っていきます。またモテる50代男性の特徴を7選お伝えするのでチェックしてみてくださいね。年齢問わず女性にモテるモテオーラ全開の50代男性って一定数存在します。それって芸能人だけじゃないのと思う人もいるかもしれませんが、そういうわけではありません。この年代って特にモテる人とモテない人が大きく分かれてくると思います。50代男性が持つ20代男性との大きな男の違いとしては、一つはフェロモンです。人は本能的に自然と生殖能力が高そうな相手を選ぶ傾向がありますが、女性は本能とは別の部分で脳に訴えかけてくるものを感じ取っています。それがフェロモンです。フェロモンは性的に与える印象だけではなくて、例えば大人の男性が持つ安定感や信頼できそうという期待感を与えられたら感じられます。フェロモンと幸せホルモンのオキシトシンとは似ている部分が多く、安定感や信頼できそうという期待感はオキシトシンを分泌させやすく、この人と一緒にいたいかもと思わせるきっかけになるのです。20代の持つ性的なフェロモンとはまた別のフェロモンを出せる男性なら50代でも絶対にモテますよ。それでは7選について詳しくやっていきましょう。モテる50代男性の特徴、まず一つ目はファッションに気を使っているということです。外見を変えるということに対して多くの男性が何もそこまでしてと腰が引けてしまいます。男は中身で勝負だという人もいますが、あなたはありのままの姿で女性から受け入れてもらえるでしょうか？平日をスーツで過ごしている人の中には、休日に何を着たらいいのかわからなくなってしまっている人も多いようです。スーツに慣れてしまい、交友関係も変わり、若い頃通っていた洋服のお店も縁遠くなっていませんか？特に休日はリラックスしすぎてだらしないまで行ってしまっている人が多いんです。休日にリラックスするのはいいことですが、リラックスする姿もかっこよければ女性にもモテますよ。女性からスーツ姿はかっこよかったのに休日スタイルがダサくて幻滅なんて声も聞きます。では一体どうすればいいのでしょうか？一番簡単なのは行き先別に定番の着こなしパターンを作っておくことです。なんか難しそうと思われるかもしれませんが、複数のパターンを作る必要はなく、少し大人っぽくシックに見せるスタイルとアクティブなスタイルの2通りを用意しておけば大体のシーンはこなせます。好きな人とおしゃれなレストランに行くような、ちょっと気合を入れたいようなシーンに備えて休日用のジャケットを備えておくといいでしょう。女性の立場からしても世の中に目の保養になるようなかっこいい男性が増えれば正直嬉しいものです。おしゃれもモテも手に入れて、さらに素敵な男性になってくださいね。モテる50代男性の特徴2つ目は大人の安心感です。やっぱり何と言っても50代男性ともなれば大人の気持ちの余裕があるものです。女性の中にはまるで自分の親のような温かさを持っている男性が好きという人も多くいます。親というと恋愛感情とは別物に感じるかもしれませんが、女性自身を受け止め全てを許すような寛大さのことを指します。女性がわがままを言っても気まぐれな態度をとっても許してあげる、ミスをしても批判せずに対応する、こうした心の余裕感が若い年代にはない魅力なんです。どうしてもイライラしてしまう時もあるかと思いますが、気になる女性の前ではおおらかさが出せるように気持ちを調整してくださいね。女性も年齢を重ねるごとに甘える場所や頼る場所を失ってしまう人も増えてきます。そんな中で50代男性のような大人の余裕と安心感はとても大きな魅力になります。モテる50代男性の特徴3つ目は聞き上手で愛嬌があるということです。男は度胸、女は愛嬌という言葉がありますが、聞き上手で愛嬌がある男性もモテるんです。男性は自慢話や武勇伝を語って女性から認められたいと思う生き物ですが、年を取るにつれてその傾向は知らず知らずに強くなるものです。俺が20代の頃は深夜まで残業して頑張ったもんだよとか、昔は細マッチョでかっこよかったんだぞなんて過去の栄光のような話をしちゃっていませんか？
徐々に体力の衰えを感じ、昔の輝いていた若い頃の思い出に浸ることもあります。また人によっては家で奥さんに認めてもらえない既婚男性は、認められないストレスが溜まってついつい武勇伝を語ってしまうこともあります。気をつけましょう。女性はとにかく話すことが好きです。日常の些細な出来事から仕事の愚痴、友人の噂話など多様な話題を持っています。一方で男性はあまり仕事の話をしないとか、話すのが苦手などという人も多いので、女性の話に対して聞き役に回ることは多いかもしれません。そのような場合、女性から嫌われてしまう態度はスマホをいじりながら聞くとか、上の空で相槌を打つなどです。話聞いてるの?と喧嘩の種にもなりますし、男性は端的な話を好む傾向があるので、女性特有の迷子になりがちな話の進め方だとイライラしちゃったりもしますよね。モテる50代男性は話を聞く心の余裕が生まれているので、女性の話を寛大に聞けます。話したいだけ話せるということは女性にとって魅力しかなくて、やっぱり大人の男って感じと素敵に見られます。モテる50代男性の特徴4つ目は、相手のいい部分に目を向けるということです。人は無意識に他の人の悪いところや欠点を探してしまいます。これは無意識なのでコントロールはできません。これは人間に備わっている防衛本能の一つで、自分へのストレスは相手に向けることでかわすという反応です。自分の悪いところに目を向けたくないわけです。そのため相手の欠点を速やかに見つけるように脳がコントロールしているのです。余裕を持ちたいのであれば、充実したいのであれば、まずは周りの出来事や相手に対して肯定的な観点から目を向けていきましょう。相手のいいところをいち早く見つけるように心がけると、自分のいいところに気がつき、意識が向くようになります。これは心理学で投射と呼ばれる現象をうまく利用した方法です。モテる50代男性はすでに人生の酸いも甘いも分かりきっているので、相手の悪い面はそれは仕方がないと思うことができて、いい面を見ることができます。女性も自分のいい面を見てくれる人というのは信頼感が芽生えますし、自分を分かってくれると嬉しくなります。モテる50代男性の特徴5つ目は、大人だからこそ素直さを兼ね備えているということです。50代になるとだいたい仕事もいろいろ経験して落ち着いてきていると思いますが、今の生活に安住しないで謙虚に上を向いて頑張り続けているのってすごくかっこいいと思います。大人になると何の意味があるのかとか、得になるのかなど、意味や理由、損得を考えてしまいがちです。モテない50代男性は凝り固まった部分があるのではないでしょうか。相手の話を、そういう考え方もあるのねと一度素直に聞き入れて、いい部分は受け入れて、自分はそうは思わないという部分はきちんと話し合いをしてくれる人は女性から尊敬されます。否定するのは簡単ですが、受け入れるということはそれだけ相手を尊重していなくてはできないことなので、気持ちに安定感がある大人だからこそできることです。モテる50代男性の特徴6つ目は、匂いに気をつけているということです。アロマテラピーにハマるのは女性が多いように、女性はいい香りが好きです。どんな匂いをいい香りだと判断するのかは人によって異なりますが、自分が好きな匂いであれば本能的にこの男性と一緒にいると心地いいと感じます。恋愛において清潔感は大切な要素の一つです。いい香りがするということはきちんとした生活を送っているという印象を与え、好感度がアップします。またストレスいっぱいで不健康な生活を送っていると体臭は臭くなると言われています。匂いと健康状態は相関関係にあるため注意したいところです。運動することでストレス発散するのがおすすめです。運動不足は体の循環が滞るため体臭がきつくなる要因と言われています。汗をかく運動を定期的にしている人は汗腺が鍛えられるので、汗をかいてもサラサラしていて匂いもほぼしないそうです。いい匂いがすればそれだけで女性からの印象は良くなります。自分の匂いにはなかなか気づけないものですが、食べ物や運動、入浴などに気をつけて体の内側から整えていきましょう。モテる50代男性の特徴7つ目は、同性に気を使えるということです。モテる50代男性は女性から憧れられて尊敬されています。周りからいつも尊敬される人は自分以外の人に常に気を配っているので、観察力がとても高いです。
あまり普段話をしていない人であっても仕事で困っていたり疲れていたりすると助けてあげたり気遣いが自然にできるんです。困った時に助けることが多いので結果として多くの人から尊敬されるようになります。尊敬される人は異性だろうと同性だろうと人によって態度を変えるようなことはありません。立場や職種にも関係なく平等に付き合えるので人の悪口や陰口を言うこともまずないでしょう。他の人が陰口を言ってきたとしてもそれに乗っかることもありません。尊敬される人は同性からも異性からもモテているというわけですね。ここまでモテる50代男性の特徴7選をご紹介しました。一般的には容姿だったり金銭的余裕だったりがイメージされやすいです。でも実際女性が見る部分というのは分かりやすい表面的なことではなくて、いかに自分を理解し受け止めてくれるかを考えているので、人柄を磨き大人としての安定感を出すことが必要になります。モテる男性には年齢も容姿も関係ありません。モテる50代男性は変に枠作りしなくても生き生きした若々しいオーラが出ています。もうおじさんだからと諦めて女性にモテない人生を送るよりも、年齢を重ねるほどに味が出て50代ならではのモテる魅力や色気が増していく人生の方がきっと楽しいはずです。あなたも今日からモテるおじさんを目指して男磨きをしてくださいね。